こんにちは、おさじまです。今日は永久保存版として仏教の全体像についてこのやるでお話しいたします。今日の内容またすごいです。知識ゼロから仏教の全体像が一気にわかる。この4つのね、内容とその関係がわかれば仏教の全体像がバッチリわかります。まあ、1回でバッチリはね、難しいかもしれませんけども、なんとなくね、わかった感じになりますし、繰り返し聞かれたならば、仏教大学何年かけて学んでもわからないような内容が、 ものの数十分で分かってしまいます。謎の動画ですね。しかも仏教のかなりの学者でも間違いやすいところ、それはなぜ間違ってしまうのか、正しいものは何なのか、根拠を挙げてしっかりお話しますので、ぜひ最後までお聞きください。そもそも仏教というのは、インドで活躍されましたお釈迦様の教えであります。その教えはすべてお経に書き残されておりまして、釈迦一切の教えが記されていますから、一切経と言われます。 一言でね、お経と言いましても千余、7000用感、7000冊以上もあるんですね。それだけ膨大なお経があって、難しい仏教の言葉で書かれてますから、一体仏教に何を知られてるのやら、ましては全体像がつかめない、どっから学んでいいかわからない、こういう方がほとんどなんですね。私も最初はそうでありました。しかしですね、最初に申しましたように、この4つがわかれば仏教の全体像がわかる。これは勝手に私がね、考えたものじゃないんです。非常に有意緒ある内容なんですね。 しかし一般にはほとんど知られてません。この4つに何が入るかもわからないし、ましてはその関係となると、ここがまた深いんですね。しかし順番に聞いていかれますと必ずわかりますので、順番にお話ししてまいります。まず一口に仏教と言いましても、今日大きく2つに分けられるんです。それは、衝動仏教と言われるものと、浄土仏教と言われるものです。衝動仏教っていうのは山で修行するような仏教です。また座禅を組んでね、心を無にしようとかね。 まあ、高度な修行。それは走り回る修行であってでも、心を沈める修行であってでも、非常に高度な、普通の人はちょっとできない。そういう修行によって、仏の悟りを得ようというのが正道仏教です。それに対して浄土仏教は、いわゆる念仏行を進める仏教なんですね。このように、修行の行、念仏行の行と、行と行で比較してますので、これを行行相対と言います。これ、後でも出てきますからね、ちょっと覚えておいていただければと思います。 今日は仏教の全体像をお伝えすることが目的なので、バンバン結論から言っていきますね。結論から申しますと、修行で悟ろうとする衝動仏教は、方便の仏教であり、仮に説かれた仏教なんですね。それに対して浄土仏教が真実の仏教と言われます。いわゆる、衝動仏教、修行の仏教は、浄土仏教へ導くための方便の仏教。最後は、バック揺らくと言われまして、苦しみが抜かれ、楽しみ、幸せが与えられる。 これは仏教の目的なんですね。しかも、この苦しみというのは枝葉の苦しみじゃなくて根本の苦しみであり、楽しみというのは一時的な幸せじゃなくて、人間に生まれてよかったという本当の幸せであり、仏の悟りを開くのが究極の目的であります。先ほども申しましたように、衝動仏教というのは特殊な修行をしなければなりませんので、すべての人が救われる教えではないんですね。ところが、浄土仏教はすべての人が救われる教えなんですね。 そこへとバトンタッチするのが聖道仏教の役割だったということです。お経で申しますと、聖道仏教を代表するお経が法華経であります。浄土仏教は浄土三仏教というお経があります。具体的なお経については後から出てきますけども、この三つのお経が浄土仏教のお経なんですね。ですから、法華経をはじめとした相当のお経はみんな聖道仏教なんです。7000冊以上ありますけどね。ほぼ聖道仏教のお経ということです。 数から言えば浄土仏教なんですけども、それだけ浄土仏教へ導くのが大変であると。お釈迦様大変苦心なされたということが、ここから伺えますで。その浄土三仏教の中でも特に大事なお経が、大無量寺教というお経であります。これはですね、この法華経の教えが真実か、大無量寺教のお教が真実か、いろいろと議論がなされてきました。その結果、大無量寺教が真実のお経だと、こう言われるんですね。 でそのことについてはこちらの動画でお話してますので、概要欄やコメント欄でこのリンクを貼っておきますので、詳しくはこちらをお聞きください。このように、衝動仏教は仮に解かれて、浄土仏教へ導くための仏教ですから、衝動仏教を捨てて、浄土仏教へ入れと、このように教えられます。これを専門用語で、浄浄配流というんですね。衝動仏教と浄土仏教のそれぞれ最初の一文字を取りまして、浄浄。 衝道仏教は捨て物ですから、灰。浄土仏教は建てるべきもの、信ずべきものですから、竜。それで、症状廃竜と言われるわけです。この症状廃竜という言葉も大事ですので、ぜひ覚えていただければと思います。もう少しね、このことを詳しくお話しますと、この浄土三部教、大無量子教には何が説かれているかというと、これは念仏の教えであり。念仏の教えというのは、阿弥陀仏の本願のことなんです。阿弥陀仏とお釈迦様の関係は、 阿弥陀仏は師匠で、お釈迦様は弟子なんですね。これもなかなか知られてませんけども、阿弥陀仏とお釈迦様は師弟関係にあります。弟子の使命は先生の御心をお伝えすることですから、お釈迦様は先生の阿弥陀仏の本当の願い、阿弥陀仏の本願を明らかにされたんです。このことはね、またこちらの動画でお話してますので、詳しくは概要欄、コメント欄のリンクからお聞きください。さらに言いますと、この法華経をはじめとした小道仏教の教えは、 自分の善で仏になれるという教えなんですね。これは実際、お経に説かれている行が、善ができれば仏になれるんですけども。まあ、悲しいかな人間、煩悩がありましてね。欲やら怒りやら、恨み妬み、そ根みの煩悩がありまして。誠の善ができないんですね。できがたい。ですから、教えはあってもね、素晴らしい教えはあってでも、誠に実践することができない。すなわち仏の悟りを衝動仏教では開くことができないんです。 ですから、衝動仏教の教えというのは、煩悩いっぱいの私であるという、ね、ことを知らせのために教えられた、神戸の教、仮に説かれたお教なんです。このように仏教は大きく衝動仏教と浄土仏教に分けられるんですけども、その浄土仏教、念仏の教え、阿弥陀仏の本願にまた、真と毛と二つに分かれるんですね。本願に、真あり、毛ありと言われます。そして、毛の本願から真の本願に入れ、毛を捨てて、 心に入れと言われます。これを神家廃流って言うんですね。先ほどは衝動仏教を捨てて浄土仏教に入れ、衝動廃流でしたけども、今度は神家廃流浄土仏教の中に心と毛があり、毛を捨てて心に入れる、毛から心に入りなさいと教えられるわけです。先ほどから出ております阿弥陀仏の本願ですけども、これは阿弥陀仏という仏様がなされたお約束のことなんですね。で、全部で48の願いがありまして、 これは有名な阿弥陀仏の四十八願と言われるものです。この四十八あるお約束の中で特に大事な三つのがんがありまして、その三願によって救われたと、こう言われます。これが有名な三願転入という教えなんですね。これは教行新章という有名な本に詳しく書かれてあります。三つのがんというのは十八願、十九願、二十願のことです。いわゆる阿弥陀仏がなされたお約束の中で、 18番目に誓わえたお約束が18番。19番目に誓われたのが19番。20番目に誓われたのが20番です。この3番が特に大事なんです。なぜかというと、この3番は摂生の3番と言われるからです。これどういうことかと言いますと、摂生の説と言いますのは、これは救い取るという意味なんですね。救い取るの説です。生というのは、実法史上という意味なんですね。 実法というのは仏教で大宇宙のことを言います。大宇宙のことを仏教で実法というんですね。史上というのは生きとし生きるもの全てですから、実法史上というのは全ての人ということになります。48あるお約束の中で、この18、19、20の三願だけが実法史上全ての人相手の約束なんですね。それでこの三願が特に大事になるわけです。この三願と関係ない人は一人もない。全ての人が救われるための三願ということになります。 まあ、それぞれに約束の相手が、実方史上と誓われているわけですけども、実際にそのお言葉を見ていきたいと思います。ちょっとね、漢字ばかりで、しかも難しいので、もう出ただけでもうダメとね、漢字アレルギーの方は思われるかもしれませんが、大丈夫。もう実報史上だけ注目してね、そこだけ赤にしてますので、他の言葉わかんなくて大丈夫です、今は。ただ、実方史上とあるなーというのだけ確認お願いいたします。まず18巻はい、実方史上とありました。他の言葉はね、今はいいです。 次、19願、十方史上ありますね。20願、十方史上ありますね。はい、確認いたしました。3眼が、この、十方史上、すべての人、相手の約束だということです。そしてもう一つですね、今の3に共通して出てくる言葉があります。それが、欲勝科国という言葉なんですね。これが浄土仏教の浄土仏教たるゆえんでありまして、衝動仏教から浄土仏教へ入ったというのは、どういうことかと言いますと、 この欲生が国の我というのはですね、これは阿弥陀仏のことなんですね。阿弥陀仏の本願は、阿弥陀仏の約束、阿弥陀仏が誓われたものですから、阿弥陀仏の言葉なわけです。その阿弥陀仏が我と言われているわけですから、この我は阿弥陀仏のことなんですね。この私の国、極楽浄土へ生まれたいと思って、これこれこういうことをしなさいと。ですから、欲生が国というのは、 阿弥陀仏の国、極楽城で生まれたいと思ってという意味なんですね。もう少しわかりやすく言いますと、阿弥陀仏に向かってということになるんですね。では、浴章家国もあるか、もう一度確認しましょう。赤いとこだけチェックしてみてください。はい、18巻、浴章家国あります。19巻、浴章家国あります。20巻、浴章家国ありますね。この正道仏教、方便の仏教はね、阿弥陀仏に向かってなかったんですけども、 浄土仏教になって、阿弥陀仏に向かうようになる。ここが大きな転換点であるということです。そして、この阿弥陀仏の本願に、真あり、毛ありとお話しましたけども、このことを別の言葉で言いますと、真実と方便となるんですね。先ほども浄土仏教は真実、浄土仏教は方便の仏教とお話しましたけども、浄土仏教の中にまた真実と方便があるということなんです。ですから、真家の真というのは、真実の中の真実。 とといいううのののは真実中方便ことになりますね。このように段階があるということをね、まずよく知っていただきたいと思います。では具体的にどのがんが真実であり、どのがんが方便かと言いますと、18がんが真真実であり、19がん、20がんの2がんが毛、方便なんですね。この図で言いますと、19がん、20がんの方便2がんを通って真実の18がんに転入すると。これが3がん転入ということです。 そしてこの三眼はですね、孤立してないんですね。無関係じゃないんです。これ非常に大事な言葉ですので、後でもう一回出てきます。今はね、その意味がちょっとわかりづらいかもしれませんけど、まず三眼は孤立してない、無関係でない、方便と真実という非常に深い関係があるということをね、頭に置いていただければと思います。その方便19眼では、善の詰めがなされています。そして先ほどお話したように、欲症が国、阿弥陀仏に向かって善をしなさいということですね。 小動仏教は、阿弥陀仏に向かっての善ではないわけです。つまり、小動仏教と浄土仏教の違いは、小道仏教は、阿弥陀仏に向かっての善でない。自分の善で仏になると思ってやっている善ですね。これは、うぬぼれでありますから、捨てて浄土仏教に入れ。このように言われます。ちなみに、この省城配流を中心になされたのが、七高僧と言われる方々なんですね。法然承認をはじめとした、 7人の高想方を親鸞書に教えておられますけども、これあの方々が症状配流に専念されたんですね。もちろん神経配流もされてるんですけども、中心はこの症状配流なんです。そしてその衝動仏教のことを自分のやった善で助かろうとしているという意味で諸善と、こう置き換えて言われることがあるんですね。で行に対しては念仏行ですから、衝動仏教と浄土仏教の違いを 所詮と念仏。この比較で教えられることが多いんですで。この場合の所詮というのは小動仏教のことなんですね。念仏というのは浄土仏教のことです。ですから、パッと見るとね、所詮を捨てて念仏となりなさいと。このように見えますけども、これはそういう意味じゃないんですね。これは小動仏教を捨てて浄土仏教に入るという意味なんです。ここが誤解しやすいところで、この後もね、詳しくお話しますので、今、ここで言われる所詮というのは単純に善を捨てるという意味じゃなくて、小動仏教の代名詞だなと。 このように思っていただければ大丈夫です。このようにまず症状配慮が知られまして、そしてこの真実18眼、決勝点のあるね、この横の道に乗ることができたと。このように言えます。いわゆる三眼転移の道に乗ることができたということなんですね。でこの三眼転移の道に乗ったということは、阿弥陀仏に向かって進んでいくということになります。繰り返しになりますが、19眼というのは阿弥陀仏に向かっての善が進められているということで、 これが十方史上すべての人に勧められていることなんですね。山で修行したり座禅をしたりして救われる道はすべての人相手に教えられてませんけども、この熟願十方史上とありましたね。これはすべての人に約束されている。すべての人に勧められているんです。誰が勧めているか。これは阿弥陀仏の約束ですから。阿弥陀仏が禅を勧めているんですね。元をたどれば阿弥陀仏のおすすめです。ところがさっきね、衝動仏教のところで禅が出てきましたから、 善の勧めは衝動仏教だろうと。どうせ誠も善もできないんだから、そんな私たちに善を勧められるはずがない、まあこのように勝手に考えちゃうんですね。それで、十九眼には、十方史上すべての人に阿弥陀仏に向かっての善が勧められているのに。それを勝手に、この善の勧めは衝動仏教の人に限ると。勝手に読み替えちゃうんですね。この十方史上衝動仏教の人と呼んでしまう。これありえないでしょ。 考えても十歩しようじゃないですか。十九年約束ないてって。ところがね、これを衝動仏教の人に限ると読む人とかもたくさんいる。いや、かなりの仏教学者でも、ここを読み間違えるんですよ。ここが恐ろしい。蓮御賞にはね、一句一言を聴聞するとも、ただ、得手に法を聞くなりと、こう今占め取られます。得手に法を聞くというのは、得手勝手に、自分勝手に、都合に合わせて仏法を聞いてしまう。これじゃダメなんだと。 商業を拝見申すも、うかうかと拝み申すは、尊敬なしとも言われますね。商業、お商業というのは仏教の本のことですけどもね。まあそれを拝読するのはいいんだけどね。まあいい加減にぼんやりとね、うかうかと、まあだいたいこんな意味だろう。まあ、小道仏教で善世と言われたからね、この十九願も前手、善と善手、つながるから。ああ、この十九願は小道仏教の人のことだろうと。まあいい加減に読んでは、線なし、ダメですよと。 もったいないですよと。とこう言われるんですね。そして、商業は苦面のごとく殺べし。お商業、仏法のお言葉というのは、その文字通り、言葉同時にこれなさい。実法史上とあれば実法師上です。それを私にして餌釈することを叱るべからざることない。もう自分勝手に解釈する。これは絶対あってはならないと。実法師上をね、衝動仏教限定みたいに勝手に置き換えてはいけませんよ。 こう言いましめておられるわけです。もうちょっとね、この十九眼見ていきましょう。十九眼では、十方史上に、欲小過国。この我が国というのは阿弥陀仏の国でしたね。この我というのは阿弥陀仏。阿弥陀仏の国に生まれんと思うて。いわゆる阿弥陀仏に向かってしなさいと。こう教えられているわけです。進められているわけですね。何を進めておられるかというと、主書苦読。諸々の苦毒を収めなさい。こう言われています。この苦毒というのが善のことなんですね。 諸々の孤独とありますから、諸禅いろいろな禅なんです。仏教ではいろんな禅が教えられています。それを修しなさいというのは収めなさい。やりなさいということですね。阿弥陀仏は、十方史上に、阿弥陀仏に向かっての禅を進めておられるんです。しかも、ほつ母大臣。母大臣を起こして良いことをしなさい。菩提心を起こして良いことをしようと努めなさい。こう進めておられますね。まあ、これどうせ方便だからね、まあ、適当にちょいちょいとね、 やってるポーズだけ取っとけばいいやと。こういうもんじゃない。お大心を起こして、よーし、やるぞとね、奮発心を起こして、良いことをしようとね、心がけなさい。頑張りなさい。やりなさい。こう進めておられるわけですね。途中で確認しましたように、この三眼転入というのは、十方師上、すべての人が通る道なんです。だからこそ、十方師上、十方師上、十方師上とられているわけなんですね。これ、親鸞承認とか、 なんか特別の特定の人だけが通る道じゃない。また通る人もあれば通らない人もあるということじない。そしたら十方法使用になりませんからね。さっきみたいに読みえる。これは衝動物器の人だけだろうとか。私はもう1眼20眼いらないからもう18眼だけでいいとか。<laughs> これはですね、勝手な解釈でありまして。お将棋は苦面の孤くそのまんま拝読するのが大事。十0法使用とあれば十0法使用と素直にね、配読するのが当然大事だということですね。 そして、二重眼では、念仏が勧められています。一生懸命、善をね、こうしようとして知らされるのは、なかなか善ができがたい自分。それが知らされるんですね。で、こんなね、汚れた善では、とてもとてもね、阿弥陀仏の世界に救われない。だから、阿弥陀仏が勧めとられるね、尊い念仏、生阿弥陀仏を唱えようと。一心に生阿弥陀仏を唱えようとするんですね。もちろん、この十九案時も念仏唱えてたんですけども、より一層真剣に、 念仏を唱えるようになる。これが二重眼の念仏のすめであります。そして仏教は長門に極まると言われるんですけども、長門聞くなら門も聞く。聞いて聞いて聞き抜けと言われるんですね。厳密に言いますと、まだ十八眼の世界に出る前、この十九眼二重眼の道を進んでいる間は、長門の長の方なんですね。長という字は耳辺、この耳がね、外に出てますから、肉体の耳で、なるほどなるほどとあ、禅が進められてるから、 教えられた通おりに実行しよう。なかなか本当に全然できがたいけどね、少しでもそれに近づけるよう頑張ろうと聞いて実行するわけですね。そしてまた念仏が攻められていると聞いて、あそれは念仏を唱えようと。このように聞いて実行している段階が長門の長であります。それが、この縦の線の時にですね、煩悩不足の煩悩を煩悩不足のまんま人間にまれてよかったという幸せにするのが18眼のお約束なんですけども、 その十八眼通りに救われる。皆の十八眼誠であったと聞いたのが、この縦の線のところなんですね。そしてこれは長門の門なんです。皆の本願誠であったと聞いたのが長門の門。その時、十八眼通りに救われるんですね。人間生まれてよかったという幸せなり。いつ死んでも極楽往生間違いない身に救われる。これが長門の門であります。このように、 三田の十九眼、二十眼に導かれて、十八眼に転入する。これが三眼、転入ということですね。三眼によって救われたということです。で転入ってね、この、転ずるとありますけども、この縦の線のところで心がガラッとおがりするんですね。ああ、人間生まれてこなければよかったと、辛く思っていた心が人間生まれてよかった。と、ガラリッと心が大がりする。闇の心が明るい心に転じ変わるんですね。だから転入。 しかもこれ一年で入るんですね。この天というのは一年という意味もあるんですね。仏教には。一年というのは一思いと書きますように、あっともすっとも言うままもない。何億分の一秒、何兆分の一秒よりも短い時間の極まりが一年です。言ってみれば相対の世界から絶対の世界に入るわけですから。これ時間がいらないんですね。相対の延長に絶対の世界があるわけじゃない。一年で展示変わるんです。この図を見ると、こう頑張って頑張ってね。 その頑張った苦毒によって助かるように思えるかもしれませんけども、実はそうじゃない。最後、この縦の線で、か、展示がる。この一年の水際っていうのがあるんですね。ここで実は断絶があるんです。それがこの縦の線なんですね。神経配慮で言いますと、この縦の線までが毛。縦の線からが真です。方便から真実に入る。毛から真に入るということなんですね。 そしてですね、この症状配慮の時は、行と行の比較、行行相対ということで話をしてましたけども、新規配慮は心が問題になるんですね。だから行のレベルじゃない。心のレベルになる。だから症状配慮して新規配慮なんですね。だから症状配慮で論じているレベルと、新規配慮で話しているレベルと違うんですね。ここを混同してしまうところに大きな間違いの元があるわけです。症状配慮は行と行。で、新規配慮は心なんですね。 どういう心かというと、熟願に導かれているときは、その善を力にする。これだけ良いことやってるから助かるだろうと思ったり、逆になかなか良いことできなかったら助からないんじゃないかと不安になったり。もう善を力にするんですね。こういう心が出てくるんです。よ。また二重願でしたら、念仏を当て力にする心。良いことをしてね、しかも念仏を唱えるとなんかありがたく思うけども。悪いことをしてね、その後に唱える念仏はなんかね、もう遅っぱちと言いますか。 こんなありことしてるのにね、なんか念仏唱えてても、砂噛むような声しかないとか。また心がね、ちょっと落ち着いた感じで、静かになんかいい感じで唱えてるなという時は助かるように思うけども、心散り乱れてね、雑念ばっかり。どうでもいいこと。いや、あさましい、恐ろしいことを思いながら、うん、口だけ念仏唱えてる。これでは助からんと。こう思ったりする。こういう念仏を力にする心が出てくるんですね。そして、 これだけいいことをやっているから、これだけ念仏を唱えているから、助かるだろうとうぬぼれたり。逆に、ああ、こんな善ができない自分は、念仏もまともに唱えられない自分は、とても助からないんじゃないかと。このように弥陀の本願を疑ったり。そういう心を偽情っていうんですね。疑いの心。これ、は阿弥陀仏の本願に対する疑いの心のみを偽情と言います。阿弥陀仏は、他力の真人一つで救うと。このように誓っておられるんですけども。 いやそれだけじゃね、足らない。やっぱり私も善をしなきゃ。やっぱり念仏を添えなきゃ。と、こう、図らう。図らない言うてもね、やっぱり出てくるんですよ。疑いの心は出てくる。その議情が晴れる。そして他力の信心一つで救われる。これが神経配慮なんですね。議情が伝って他力の信心を逆得する。毛が伝って死に入る。これが神経配慮なんですで。議場もね、他力の信心も心ですよね。これは行と行じゃなくて心の問題。 滴るのは心。なくなるのは心。阿弥陀仏の本願、疑う心一つがなくなる。そして人間にまいてよかった。という幸せになれるんですね。このね、滴るのも自分の力によって、その議場せるんじゃない。よ。他力によって議情がなくなる。疑いの心が晴れる。他力によって滴るんです。つまり三願転入というのは、皆の三願で助かるということなんですね。阿弥陀仏のお力のみを他力というんです。 どっかの誰かのね、力を足りきといいんじゃない。人任せにするんじゃない。阿弥陀仏のすごいお力。これを足りきというしかも阿弥陀仏は三眼で助けるとこう誓っておられるんですね。だから、三の三眼で助かるというのが三眼転入ということなんです。じゃあね、もう全部阿弥陀様じゃないですかと。僧侶はね、もう何もしなくても、本当に阿弥陀様任せ、何もしなくていいんですねと。言うかというと、そうではないんですね。どういうことか。途中で、 お釈迦様は阿弥陀仏の弟子ということでお話し,しましたね。お釈迦様は全知識の元祖なんです。全知識というのは、知識というのは、たくさんの知識持ってますねという、そういう知識じゃなくて、これ仏教の先生のことを知識というんですね。方位をまとってね、けさかけて、術持っていれば正しい仏教の先生じゃないわけです。正しい阿弥陀仏の見心を伝えてこそ全知識なんですね。阿弥陀仏の見心を正しく伝える人を全知識といい。 その元祖がお釈迦様であるということです。で三眼は阿弥陀仏の約束。その先生の阿弥陀仏の見心を弟子であるお釈迦様が明らかにされたのがお経ですけども。十九元の見心を明らかにされたのが漢無良寺教。二十眼の見心を明らかにされたのが阿弥陀経。十八眼の見心を明らかにされたのが大無量寺経というお経なんです。これが途中で出てきました浄土三部教、浄土仏教の中で、 特に大事な三つのお経。これは共に阿弥陀仏の御心が集中的に説かれているお経。これがこの三つのお経なんですねで。いずれも大事なんですけども、特に十八眼が大事ですから、大無量寺経が一番大事と。こういうことになるわけです。で無量寺経では、十九眼で誓われてます禅ですね。いろんな禅がありますから、小禅を進めておられます。二十眼では念仏が進められてますから、阿弥陀仏経では念仏が進められてます。 十八願は聞く一つ。長聞の門で救われる。これは他力の信条を逆得するのとイコールなんですけども、えー、聞く一つなんですね。で、大無量寺教には聞く一つ。これが明らかにされているわけです。つまり、阿弥陀様がね、もう約束されているから、僧侶の元祖であるお釈迦様はじゃ何にもされなくていいと言われたかというとそうじゃない。ちゃんとその阿弥陀仏の見心を説いておられるんですね。で、僧侶はお釈迦様のまた弟子でありますから。 お釈迦様がなされたように、禅の勧め、念仏の勧め、長文の勧めをするということが大切なんです。でその長文をより詳しく言いますと、十九眼二十眼これが長文の長にあたり、十八眼が門ということになります。いずれも十方師上すべての人相手に約束されたもの、誓われたものですね。ですからお釈迦様も、官無領事教も、阿弥陀教も、大無領事教も、十方師上すべての人相手に説かれたということなんです。 この教と関係のない人は一人もいないということなんですね。ですから、カムリオ教をね、これは聖動仏教の人のためのものだろうと。これは計らいでありまして。これはエ手に法を聞いているわけで。当然、十法四条です。そしてともに、欲症過酷ですから、阿弥陀仏に向かって良いことをしなさい。阿弥陀仏に向かって念仏を唱えないさい。阿弥陀仏の本願を聴聞しなさい。こう教えられるわけです。特に一番間違いやすいのがこの十九願。ここが間違いやすいところなんですね。 ですから、この十九願、官無領事教について、さらに詳しくお話していきたいと思います。この官無領事教、お釈迦様が説法されたわけですけども、その説法の一番大事なね、相手というのは、伊大家文人という女性なんですね。お釈迦様は、この伊大家文人に対して、上禅、三禅という禅を勧められるんです。上禅というのは、心を沈めてやる禅ですね。三禅というのは、心は尻目立てるけど、やる禅であります。まあ、言ってみれば、禅を勧められるわけですね。まさに十九願の御心を明らかにされるわけです。 そして、その19眼の見心というのは、18眼の世界に入れるため、これが目的ですから。お釈迦様も、19眼、禅の見心を明らかにされて、そして、18眼、阿弥陀仏の本願の見心を明らかにされて、伊大家文人は、この18眼、阿弥陀仏の本願に救われたんですね。当然死んでからじゃありません。生きてる時に救われた。煩悩あるままで救われたんですね。ここで伊大家文人ね、善をやりきって、 その苦毒によって阿弥陀仏の本願18願に救われたわけではないんです。善を一生懸命やろうと思ったんだけど、とてもできない自分と知らされた時に阿弥陀仏の本願に救われたんですね。そういう不思議なお導きなんですよで。結論から言いますとね、善は間に合わなかったわけなんですけども、だから言うてお釈迦様はですね、善をするなと言われていないんですよ。どうせ善なんかできないぞなんて言われてないんですよ。それどころか、思いっきり阿弥陀仏に向かっても善を進めておられるんです。 ここが大事なところなんですね。結論だけ見て、結局、善はやるなと。もしそれが正しいならですね、はじめっかりだけ分に、善はするなよ。どうせ善間に合わんぞ。阿弥陀仏の本願、十八願だけ聞けよと。とこう言われるはずですよね。でも、そうはされなかった。十九願の見心を明らかにされるために、善を進められたんですよ。その結果、阿弥陀仏の本願力に導かれて、十八願の世界に救われておられるんです。この違いが、 大きな違いなんですね。確かに二代家部員は善は間に合わなかったけども、お釈迦様はその導きとして善をするなとは言われてない。阿弥陀仏に向かっても善を進めておられる。それは十譜丸の見心だからです。阿弥陀仏の見心だから。弟子であるお釈迦様はその見心通りに進められた。で私たちもまた、阿弥陀仏、お釈迦様の見心通り、善の進めをすることが大事。阿弥陀仏に向かっても善を進めるのが お釈迦様の弟子であるね、私たち僧侶の使命であるということなんです。まあ、中にはですね、この伊代家文人がね、救われられて、その後、領寿船というね、山に帰って行かれて、そこで、このようなことがありました。伊代家文儀にね、お釈迦様がこのような禅を勧められて、伊代家文儀はその禅はできなかったんだけども、阿弥陀仏の本願に救われられました。という話をする。これは官武領事教の説法なんです。 確かにカンブリの説法なんですけども、これでですね、結局、カンブリが解かれたのは、この領主制の修行僧に対して解かれたじゃないかと。つまり、衝動仏教の人に対して解かれたんだと。こういう論法でいくんですね。またまたあの、十法史上を衝動仏教の人のみと、こう読み替えてしまう。これ相当の学者が間違えてしまうわけですよ。でどう考えてもカンブリの主役は偉大家部員なんですね。親鸞書にも教業新書に、 この偉大系文儀のことを繰り返し言われてるんですよ。この領事制の人たちの話なんか全然されないです。例えば、偉大はすなわちこれ、四人の僧、豚ン愚足のボンブの位なり、言われてますね。衝、ま、動、あ、仏教の中ではね、女性は救われない。だから、四人禁制、女性は来ちゃダメよ、女性は入っちゃダメよ、女性の修行は認めません、なんて人はいますけども、浄土仏教は違う。 先ほども話したように、もうや繰り返し言ってるように、もうくいように言ってるように、十方師匠ですから、すべての人ですから。女性のくなんて言ったらもうほとんど半分ですからね。そんな馬鹿なことはない。で、偉大気分に女性ですけども、その女性も当然救われますよ。十方師匠の一人ですからね。しかも、偉大気分にそういう衝動仏教のね、そういう修行ができるような人じゃない。頓ン人愚足の凡夫なれ。トというのはト欲、欲望ですね。人というのは真意といって、これ怒りの頃のことなんですね。 欲やら怒りやらね、そういったものでできている。トンジン足の凡部この偉大系文が救われたのは特別な人だとね、言う人もいるけど、とんでもない。凡能愚足のすべての人が救われるということを明らかにされたのが、官無量児教なんだ。こういうことなんです。さらにですね、何時はこれなり真相類列といえい。こう言われましてね。その偉大系ダイ文は特別な人じゃない。真相類列。まさにトンジン足の、凡能愚足の、 心がね、もう散り乱れてる。そういう修行僧とはもう正反対のような、そういう人だと。すなわちこれ、悪人王女の来たることを表すたね。出ましたですね。ここで言う悪人っていうのは、法律やね、倫理道徳で言う犯罪者じゃないです。十法師をすべての人が煩悩愚足。仏の間の子から見ると悪人なんですね。人間同士の比較じゃないです。仏様と人間の比較として、 仏様がご覧になった人間はみんな煩悩に汚れている。欲もあればね、腹も立つ。そういうものを悪人と言われているんです。有名な悪人正気という教えがありますけども、これと同じですね。悪人王女の気。悪人が救われる。それはすなわち煩悩愚足の者が救われる。頓人愚足の凡部が救われる。すべての人が救われる。十方師匠が救われると。これが三田の本願であるということなんですね。 でここ有名なんですね。汝はこれボンブなり、真相を列にしてと。これは新蘭将軍が尊敬される善道大使がですね。まあ、この方、中国の方ですけども、当時の中国の仏教界ではもう衝動仏教の人ばかり。だから、偉大家文儀が救われたというのはね、これ受け入れることできなかったんですね。で偉大家文儀は特別な人だから救われたんだと。まあ、このように言ってる中、善道大使はいやいや、官武寺教にこう説かれてるじゃないか。汝というのは偉大家文儀のことですね。 イダイケ文そなたはボンブであると特別なね、そういう衝動仏教で修行するようなものではない。真相類列、煩悩、不足の心散り乱れてるよね、恐ろしいことも思い、恐ろしいこともやってしまう、そういうものだとで。そういうものも救われる。いや、すべての人は煩悩、不足の凡夫、すべての人が救われるということを、このイダヤ家文人を通して明らかにされてるんですね。だから、両女性の人ってもう正反対、こっちがもうメインなんですよ。 これ、官僚辞事業を普通に言えば、もうどう考えても主役は伊大家文人。しかも、全道大師も診断書にも、この伊大家文人に注目してる。協業新書の一番最初の方に伊大家文人の名前が出てくる。昇進家の中にも、七高僧以外に人の名前が出てくるのはめったにないんですけどね。その一人がこの伊大家文人なんです。この地球上で初めて、お釈迦様の導きによって、阿弥陀仏に救われた。大変な人でありますから。この官僚辞事業といえば、伊大家文人なんですよ。 だから、修行僧相手に説かれたどういうのと、もう真逆なんですね。ここ聞き余ったら大変です。このように、善知識の元祖であるお釈迦様は明らかに善の勧めをしておられる冠の授業で。いや、もう阿弥陀様にお任せでね、もう私たちは何もすることないです。こうじゃない。お釈迦様は一生懸命善の勧めを明らかにされた。もちろんこれは阿弥陀仏に向かっての善のすめ。熟願の御心を明らかにされたわけですね。で釈迦の大官としてね、僧侶は、 説法をするわけなんですけども、お釈迦様が勧めておられるように、私たちも禅の勧めを説法する。それは不教師の役目であるということなんですね。ですから、この十九願の御心を明らかにされた漢武領寿教はね、禅の勧めから念仏を明らかにされるものだから、もうここで禅は捨てて、衝動仏教の人たちにね、禅しなくていいよ、念仏だけでいいよ、こう知るためのお経だから、もう禅は捨ててしまいましょう、あと念仏だけでいいよと。 そのことを正教、これ阿弥陀教のことですけどね、ここに明らかにされてるんだと。まあ、このように言う人はありますけども、これは大変な間違いであるということです。そうではなくて、まず正常配慮ですよ、ね。段階がある。仏教の全体像でお話した通りですね。衝動仏教で言われる、阿弥陀仏に向かっての善でない。自分の善で助かる。そういう修行の仏教は捨てる。親鸞聖人ならば、比叡山天台宗を降りられて、 法然商人の下で浄土仏教を聞かれた。この比叡山を降りられた。比叡山を捨てられたというのは、浄土仏教を捨てられたということなんですね。そして浄土仏教に入った。法然商人の教を惹かれるようになった。これが正常俳優です。で、浄土仏教に入ってから、禅の進めがあるわけですね。それは浄土仏教で教える禅とは違うわけです。なぜかというと、阿弥陀仏に向かっての禅だから。しかも浄土仏教ではその禅が成就しなければね、 その善ができなければ助からないと教えられますけども、こちらは違うんですね。善のすめによって導かれていく。ここがまた大きな違いなんですね。そして善のすめに導かれ、いわゆる十九願環境の教えに従って、二十願阿弥陀教の教え、念仏のすめを聞くようになって、念仏を一生懸命唱えるようになるわけです。十九願二十願ともに十法史上がその道です。そしてその教えを聞く。これは長文に極まるということですね。 三眼の教えを聴問するということですよ。まあ、本当の夢で聞いたというのはね、十八眼真実の世界に入った時ですけども、それまでも三眼の教えを聞いていくんですね。そして最後、新規配流。方便から真実に入る。偽情が晴れて、他力の真実を逆得する。最後はこの心が問題になるということですで。この全体像が分からないとごちゃごちゃする。しかもですね、この七構想は症状配流が明になっている。それに対して、 浄土真宗ではこの神経配慮がメインなんですね。ですから、七高層の視点でこの浄土真宗の教えを知ろうとすると、非常にこの誤解が生じやすいということです。よっぽど精通してないと、この関係、これが分かってないと間違ってしまうんですね。違うレベルで善について論じてしまう。そういう間違いに陥ってしまうわけです。しかもですね、診断症にもね、やはり症状配慮もされてるわけですよ。メインは神経配慮ですけども、 この行業相対で教えられてるとこもあるので、これまた注意しなきゃいけないんですね。でもこれよく分かってると、あ、これは行行相対だなと。これは症状配慮のこと言われてるんだな。これわかるようになります。で、この全体でわかんないと、もう、単純にこう考えてしまうのでね。親鸞諸儀が症状配慮を教えられてるところも、神経配慮で考えてしまって、ごちゃごちゃして、あれとなってしまったり、誤解してしまったりするわけです。その逆もあって。 いや、法然症にはね、親鸞症人はお師匠様なんだから。法然症にこうおっしゃってるじゃないかと。症状配慮レベルのことを神経配慮に持ってきて、論じるから、ごちゃごちゃする。誤解する。間違ってしまうわけです。まさに、木を見て森を見ず森を見て山を見ず全体像は分かってないと。この森というのは山の中でどの位置を占めるのか。この木というのはその森のうちどこを占めるのか。この関係は分かんないと。今どのレベルのことで論じられているのか分かんないと。 木を見て森を見ず森を見て山を見ずの迷いに入ってしまうということです。しかもね、この浄土真宗と言いましても、親鸞諸人、閣魚諸人、蓮魚諸人、このお三方が浄土真宗の全知識と言われるんですね。非常に細やかで厳密で難しい深い内容ですから、誰でもれでも正しい教えを解けるわけないんです。ごちゃごちゃしてしまう。間違ってしまうんです。しかしこのお三方はもうそこら辺をバチーンと正しくね、 教えてくだされるすごい方々なんですね。このお三方は、この新規配流で、他力の新人一つで救われると。症状配流は行々相対、行と行ですけども。新規配流は新人一つ、心の問題なんですね。これを、唯心別解の絶対門とまた言われるわけです。ただね、新人一つを別に開かれた。新人一つの絶対の教え。これを唯心別解の絶対門という。 明らかに行業相対と違いますよね。ここを混同しちゃいけないんです。ですから、この新規配慮の正しい根拠というのは、親鸞諸人、閣僚書、このお三方のお言葉、お正義の言葉が物差しなんですね。それ以外は物差しにすると間違ってしまいます。もちろん参考になるものはありますけどね。例えば、妙高人と言われる、この人たちはね、まあ、学問はないんだけども、阿弥陀仏の本願を喜んでいる尊い方々です。で尊い方々なんですけども、この新規配慮ね、 これはもう深い教科があって、もう微妙な言葉遣いがありますから。その神経配流を、妙高人の言葉を根拠にして語ってはならないんですよ。これ当てにならないです。妙高人はもうちょっと別の時にね、まあ、例として出す時はあるでしょうけども。神経配流のこの水際についての根拠で、いや、妙高人はこう言ってるから、それ全然根拠にならないです。でもそういう人が多いんですね。これが怖い。またね、いや、あの人はもうすごい立場の高いそれだから。 だから間違いないだろうと。これもね、残念ながら100%正しいとは言えないんですよ。少なくともこの僧侶が言ってるからね、この言葉があるから間違いないとは言えないわけです。実際ですね、昔サインゴークランっていうのがあって、まあ、この時はですね、その本願寺のトップ、教学のトップの人たちがもう間違って、もう総入れ替えになっちゃうっていう、こういう事件も実際あったわけですよ。当時のもう最高の暗の人たちが間違ってたということですから。 いや、あんなすごい立場の人が間違うわけないだろうとは言えないんですね。残念ながら。なので、新規配流の根拠は常にこの三方、新乱承認、閣用承認、連入承認を根拠にしなきゃならんということはしっかり覚えていただきたいと思いますね。うん、さらにね、間違いやすいところを掘り下げてお話したいと思います。まずですね、禅とか念仏とか仏法を聞くことが進められてますけども、私たちのやった禅とか私が唱えた念仏とか、私が聞いたこととか、 それが間に合って、18眼の世界、阿弥陀仏に作られた世界に出るわけではないんですね。つまり、因果関係ではないわけですよ。まあ、特に善を進めると、その善が間に合って助かるっていうのが、それはおかしいだろうと。まあ、このように人がいます。確かに私が善をやって、それは間に合って、また足しになって助かると言ってるなら、大間違いです。でも、そんなこと言ってないんですね。これ因果関係じゃないんですよ。因果関係じゃないならね、なんで進めるんやと。まあ、こう、普通思いますよね。 普通思うから間違いやすいところなんです。しかしまたこれは大事なところなんですね。どういうことかと言いますと、この私たちのやるこの善とか念仏とか聞くということはですね、これ方便なんですね。18月の世界に出るのは真実。この二つは方便と真実という関係があるんです。これはさっき言った因果関係じゃないんですね。ここが違う。でもこの違いがわからない。そこで間違ってしまう。そこで何言ってるかわかんないよっていうふうになってしまって、 まあ、建前はね、ま、ハンと言ってるけど、全進めてるんだから、結局は間に合うってことだろう。それが本音だろうと。まあ、勝手に考えられちゃったりするんですけども、そうじゃないんです。だって、お釈迦様も阿弥陀仏も全を進めておられるわけですから。そして、竜眼は方便の艦ですし、官武寺教は方便の経なんですよね。で、阿弥陀仏も、お釈迦様も全を進めておられるわけなんですよ。それは方便として進めておられる。間に合うか進めておられるんじゃない。 だけども、方便がなければ絶対真実には入れないんです。ですからですね、いや、どうせ方便間に合わないんでしょじゃ方便いらないじゃないというのは主情私たちの計らいなんですね。その計らいが命取り。その計らいをしてなきゃいけないんです。それに対して、方便が必要と思われたのは阿弥陀仏の計らいなんですね。他でもな、ね、い。 十九眼二十眼立てられたのは阿弥陀仏ですよね。私たちが立てたわけじゃない。私たちが必要と思って19、十九眼二十眼もお願いしますって言ったわけじゃないんです。十方師上すべての人を十八眼に導くために19、十九二十の方便二眼が,が必要と思われたのは阿弥陀仏なんです。阿弥陀仏のお計らいなんです。それは私たちがいるとかいらないとかね。十方師上と言ってるけど、衝動仏教の人のことでしょうとか。これは私たちの計らいであり、全く間違いなんですね。 どうせ善間に合わないんだから。どうせ善は方便なんだから。善しなくていいだろう。これは私たちの計らい。阿弥陀仏は善の勧め。善が必要じゃない。善の勧めが必要なんです。こっちがわかりますかね阿弥陀仏が、いやー善が必要だなと思われたんじゃないんですよね。善の勧めが必要だと思われた。この違いが大きいんです。だからこそ善が間に合って助かるわけじゃない。だけども方便として善の教えが必要だ。 禅のすすめが必要だ。それで十句岩を混流され、お釈迦様は禅のすすめ、冠無量時期を解かれたわけなんですね。このちょっとの違いが大違い。でそれがわからないのは、これ阿弥陀様の計らいですからね。私たちはもう知恵が及ぶものじゃないからわからないんですよ。ともかく、年仮って言いますけども、禅や念仏やね、聞いたことが間に合って、十八年の世界に転入できるんじゃない。これは因果関係にあるんではない。 でこのようなね、私たちは普通考えている因果関係っていうのは、役員薬果っていうんですね、専門用語で,で。仏教は因果の通り、この因果関係が解かれてますからね。じゃあ、阿弥陀仏の救いは因果の通りに反するのかと、まあ。このような疑問、質問もよく聞きます。しかしそうではないんですよね。先ほどもお話したように、方便から真実に入るわけです。三田の方便によって、三田の真実の世界に救われるこの関係を非因非化っていうんですね。 これは私たち本部が分かるような因果関係じゃないんです。まあ、哲学的な言葉を使えば、役員役かは相対的な因果関係。品比かは絶対の因果関係でありまして。因果の通りに反するわけじゃないんですけども、私たち本部にはもう分からない因果関係なんです。だから方便と真実方便いらんのでしょうとか。善とね、阿弥陀仏に救われた世界が因果関係ないなら、やるわけ無駄でしょ これは、ボンブの知恵のレベルの、役員役会レベルの話なんです。で品非か私たちに分かんないんですね。で、こう聞きますとね、ああ、じゃあ、計らいが良くないんだと。じゃあ、何もせんどこう。全もせんどこうと。まあ、このようにね、何かをしないっていうのも計らないんですね。ですから、計らずに何もしないのはもう無理気ですからね。何も始まらないわけです。そうじゃなくて、阿弥陀仏の導きのままに済ませておくことが大事。十方師上に全。 念仏が進められてたら、その阿弥陀仏の導き通りに済ませておく。お釈迦様が善と念仏を進めておられたら、その教えの通り済ませておくことが大事なんです。これをね、ちょっと文学的な言葉で言いますと、大悲の風に打ちまかせるというんですね。大悲というのは大慈悲他力ですね。他力の風に打ちまかせる。これは阿弥陀仏の御心のままにという意味なんです。私たちが計らうことではないんですね。さらに間違いやすいところで言いますと、 19眼の行ができて20眼に入るというのではないんですね。繰り返しますけど、そういう行が成就してね、20眼に入ると。こういうものでもないし、まあ、してや20眼の行ができて18眼に入る。まあ、こういうのを階段みたいな感じでね、自分の力で登っていくと。そういうものではないわけですよ。因果関係にはないんです。また、前後捨てて20眼に入る。これも多いんですけど、これも大きな間違い。 繰り返し言ってますけど、阿弥陀仏に向かっても善の進めば、これも十方四条相手ですから。また善なんかせたら大変ですよね。これも間違い。また、じゃあまずは十九眼の道を進みます。これも間違いなんですね。これ意外に思われるかもしれませんけども、これも違うんですねで。ここで最初の方に言いました。三眼は孤立したものじゃないと。お話しましたね。三眼は無関係なものじゃない。孤立したものと思うから、まず十九眼、で、ね、九眼の道を進みます。 このように思ってしまう。言ってしまうわけだけども、これは間違いなんですよ。あくまで三眼転入の道を進ませていくんですね。十八眼あってこその十九眼二十眼なんです。十九眼二十眼は十八眼を離れてはないわけですね。真実と方便というのは、常にこの真実と方便という関係にあるわけです。しかもこの十九眼の道を進むというのはね、十九眼力に押し出されて進ませていくということなんです。十九眼のね、 禅の墨を聞くまんまが、十九眼力に押し出されていることになるわけですね。そして念仏唱えるのも、二十眼力によって念仏を唱えさせていくわけなんです。このように、阿弥陀仏の十九二十の方便眼に押し出されて、そして十八眼力に引っ張られて、そして十八眼の世界に転入させていく。繰り返しになりますけども、これぞ言いますけども、この三眼転入というのは、十方史上の通る道なんです。勝手にね、これは衝動仏教の人のことだとか、 俺は18眼だけでいいんだとか、こうじゃない。それはあなたの計らい、主張の計らいで、阿弥陀仏はこの3眼が必要と計らわれた、計画を立てられたわけですから。私たちがいるとかいらないとか、俺は特別だとか、いうことは一切ないわけです。もちろん具体的な善どういうことをしたかとかですね、どういう心でいつ念仏したか、これは人によって全部違いますよ。そういう細かい具体的なことは違いますけども、すべての人に共通するのは、 善のすね、こ十九眼力を押し出され、念仏のすね、二十眼力を押し出されて、十八眼の世界に転入する。これは十法史上、すべての人が通る道なんです。だから善がいらないとか、善をするなとか、しない方がいいとか、してはならないとか、とんでもない間違いであるということです。それは史上の計らいです。そういう私たちが計らうんじゃなくて、皆のおはからの道、三眼転入を大悲の風に打ちまかせ、 阿弥陀仏の見心のままに済ませたことが大事であるということですね。まあ、繰り返しになりますけどね、禅を捨てて念仏を唱えるんじゃないんです。でもこれを間違ってしまうのはなぜかというと、この衝動仏教、いわゆる御田に向かわず修行する教えは捨てるんですよね。まあ、修行ってことは禅なわけですけども、親鸞衆院ならば、比叡山で大変な修行をされましたけども、その衝動仏教の教えを捨てて、浄土仏教、念仏の教えに入られた。阿弥陀仏の本がお聞かれるようになった。 これは症状配慮です。でこの症状配慮と禅を捨てようをごっちゃに考えてしまうんですね。行業相対ですから、その行業相対で言われる諸禅というのは衝動仏教の代名詞であり、念仏というのは衝動仏教の代名詞なんですけども、それがわからずに、あ、禅を捨てようということだな。実際禅するの大変だし、しないほうが楽だし、すごいよく考えてしまう。ここが怖いとこなんですね。まあ、このような誤解から禅の進めはね、 小動物件に戻ることになると。まあ、こういう人もあるんですけども、それは大変な間違いであり。もう善を捨てたら、これ仏教じゃないわけですね。そもそも善をしようとしなくなったら、これ挨拶もしなければ、笑顔もしなければ、困ってる人を手伝おうともしなければ、掃除もしないと。実際そういう僧侶がいましてね、もうほんと嫌だと。まあ、こういうことでね、いろんな信仰宗教とかに流れていってあったりするわけですね。まだ信仰宗教の方がマシだと。まだ良いことからい教えてるよと。まあ、いうことで、 浄土真宗が新興宗教に流れていくことがもう大変多いと。非常に残念なことなんですね。でも追いやってるのは、もう善をしようとしない。善を進めようとしない。そういう僧侶に大きな問題があるのではないでしょうか。ましてやね、仏法を伝えるのも善ですし、仏法のために財政をする。もう尊い善なんですけども。これまで否定したらね、一体どうなるかってことですよ。これ仏法広まるはずないですね。仏様のお手伝いをしようという尊い気持ちを ないがしろにすることになりますから、もう恐ろしい罪であります。もちろん完全な善はできませんよ。見返りなしの善ね。これはまあ理想ですけども。まさにそれは衝動仏教で教えられるものであって。心分けとしてはね、こう見返りを期待せずに純粋に善をする。それは大事ですけども。じゃあそれは煩悩不足のボーにできるかってことですね。で、できなければやらないのかっていうと、そうじゃない。世間でもね、やらない善より、やる偽善と言われますようにね、完全でなくても良いことやった方がいいに決まってるじゃないかと。 100%の伝説なきゃいかんとなったらね、ほとんどできることありません。いや、何もできることないと言っていいですね。19番で教えられているのはそういうことじゃない。伝ができなかったら助かないという教えじゃないんですね。だからといっていい加減でいいということじゃない。こつ、母大心母大心を起こして、母大心を起こそうとして、奮発心を起こして、ということをしようと努めることが大事なんだということであります。最後まとめますとね、小道仏教からまず浄土仏教に入る。浄土仏教に入ったら、阿弥陀仏に向かって、良いことをしようと努める。 念仏を唱えようとする。そして、阿弥陀仏の御心を聴聞する。この三つが大事であるということです。十方史上すべての人に対して、この善と念仏と聴聞大事なんですね。特に聴聞に極まると言われますから、聴聞が一番大事であります。でその阿弥陀仏の十九眼力、二十眼力に導かれて、阿弥陀仏の十八音の世界に転入する。転入したら、煩悩はどうなるかというと、 煩悩即母体。煩悩あるまんまで幸せになれるんですね。煩悩をなくして幸せになるんじゃない。煩悩は満たすのでもない。なくすのでもない。煩悩あるまんまで幸せになる。煩悩が幸せに転ずる。煩悩即母体という幸せが阿弥陀仏に救われた世界なんです。この世で煩悩即母体の身になった人は死ねば極楽浄土に生まれることができるということなんです。今日の内容は別の角度からこの動画で詳しくお話していますので、 ぜひ今日の内容と合わせてお聞きください。一度こちらを聞かれた方もですね、今日の話を聞かれてもう一度聞かれると、さらに理解がガーッと深まると思います。今日の内容が少しでも良かったなと思っていただいたら、高評価ボタンをお願いいたします。またコメントもお待ちしてます。今日の関連動画は、下のコメント欄や概要欄に詳しく書いてますが、こちらからも代表的なものは見ていただくことができます。このチャンネルがどこ行ったかわからなくならないように、 チャンネル登録もよろしくお願いいたします。この丸いところを押しておくとチャンネル登録できます。それでは、また。